フランアーテル・ジェルジは、クロアチア出身のハンガリーの政治家、ローマカトリック教会の修道士、エステル・ゴム大司教、スーキ教。クロアチア人としてはユライ・ウティエシェノビチ・マルティヌッツィと呼ばれる。フランアーテル・ジェルジは、ダルマチアに生まれた。彼はしばしばフラテル、ゲオルギウスと辞書したため、ハンガリーの歴史では、フランアテル・ジェルジ、または、 その短縮系のトゥクスフラテイと呼ばれる。彼は、クロアチアの下級貴族由来ウティエシェノビチの息子で、自身も、父と同じ名前を付けられたが、ベネツィアの貴族家紋マルティヌッツ家の出である母親の姓を名乗った。マルティヌッツは8歳から20歳まで、コルビン・ヤーノシュの宮廷に仕え、その後、サポヤ池家に仕官して、サポヤイ・ヤーノシュの配下で、 いくつかの戦争を経験したが、やがて軍人生活に疲れ、初代演習士セパウロ修道会に入って28歳で、修道士フラーテルジェルジとなった。フラーテルのかつての主人だったサポヤイは、ハンガリー王に選ばれたが、対立王のフェルディナント一世に攻められて、逃亡を余儀なくされた。サポヤイは、フラーテルに外交交渉役を務めるよう命じて、 ハンガリーに送り込んだが、これが、フラーテルにとって輝かしいキャリアの出発点になった。フラーテルジェルジの起点と、有能さのおかげで、サポヤイは1529年に、ブダを取り戻し、その功績を買われた。フラーテルは、サポヤイ宮廷で、財務長官、第一顧問官の地位を与えられた。フラーテルは1534年に、ナジバーラド司教となり、 1538年に、オーストリアとの間でナジバーラ道の和訳を結んだ。この和訳により、オーストリア側は、サポヤイが王号を保持し、また、ハンガリーの大部分を領有することを認めた。サポヤイは、死に際して、生後感もない息子ヤーノシュジグモンドの保護者として、フラーテルを選び、ヤーノシュジグモンドは、ハンガリー王として、即位、大官、フラーテルは、 両王の事実上の折衝となったフラーテルはオーストリア人に協力しようとする王母イザベラヤギエロンカの行動に苛立たされた1541年オーストリアの軍勢がブダの城壁の下に姿を現すとフラーテルはイザベラを逮捕しオスマン宮廷に救援を要請した1541年8月28日フラーテルは。 オスマン帝国のスルタンスレーマン一世に侵入の礼を取ったが彼が赤ん坊の国王と一緒にトルコ人の軍営に身を置いていた間にトルコの大宰相は巧妙なやり口でブダを占領した。フラーテルは残された道はオスマン、オーストリア両者との妥協しかないと判断した。1541年12月29日、フラーテルは ジュラのワ訳を成立させ、これによって、西ハンガリーが、フェルディナントの領土となる一方、トランシルバニアは、オスマン帝国の総主権下にある、独立国家という形で、ヤーノシュジグモンドの領土に復帰することが決まった。サポヤ池の王国には、もともとのトランシルバニアに加えて、ティサ川両岸の多くのハンガリー諸軍、重要都市、コヒセが属した。フラーテルの政策は、 オスマン政府と敵対することなく、オーストリアとの友好関係を築き上げることで、トランシルバニアを中立かつ領土削減されることなしに、保つ、というものだった。この政策は、困難な道だったが、しばらくすると目に見えて、成功を収めることになった。1545年、トルコ人の脅威からハンガリーを防衛できない、フェルディナントに対して、 不満の声が高まりつつあるのを知ると、フラーテルはこの機会を利用し、オーストリア領ハンガリーとトランシルバニアを合同させ、ヤーノッシュジグモンドをハンガリー民族の王として即位させようと考えた。しかしこの構想が実現不可能だと察すると、フラーテルは、フェルディナントと比較的平等な関係の同盟を結ぶ、方向に切り替え、この同盟構想を死ぬまで推進した。 王妃イザベラは、フラーテルを嫌って、常に彼と敵対しており、スルタンスレーマン一世に残言して、フラーテルを陥れた。1550年、スルタンは反逆者フラーテルか彼の首をイスタンブールに送ってくるように命令した。王妃、モルダビアとアラキアのホスポダル、トルコ人による、反、フラーテルの包囲網が形成された。これに対して、フラーテルは王妃を、 アルバユリアから締め出し、二人のホスポダルを追放し、デバで、トルコ軍に勝利した。フラーテルは、トランシルバニアとサポヤイ一族の両者にとって、非常に有利となるオーストリアとの同盟に、イザベラが同意するよう仕向け、政治と贈り物をして、スルタンの怒りをなだめることに成功した。フラーテルの政治的力量が実現させた、オーストリアとの協定は1551年8月。 クルージュイコールナポカで開かれた議会で承認された。フラーテルはトランシルバニアの統治者としての地位を保持し、その後エステルゴム大司教とスーキ教の座を与えられた。ハンガリーは再び統合されたが、フェルディナントには協定で約束したようなトルコから、ハンガリーを防衛するだけの余裕がなく、フラーテルとしては1551年12月には、自国の安全のため、トルコ人に、 効能金を健常せざるを得なくなった。しかし、トルコ人たちはもはや自分たちには、理解に苦しむ行動を取るこの外交官を信用することはできず、一方で、フェルディナントも、ハンガリーを救いたいというフラーテルの言い分を疑っていた。トルコ人が1551年にチェナドその他の地域を占領すると、フラーテル及び皇帝軍の将軍、カスタルドと、 パラビチーニと連合して共通の敵と立ち向かった。しかしフラーテルが私的にトルコ人とハンガリー人との朝廷を目論み出すとカスタルド将軍はフェルディナントにフラーテルが反逆者になったと通告し必要とあらばフラーテルを殺す許しを求めた。フラーテルの秘書マルコ・アウレリオ・フェラーリが買収され1551年12月8日ビンツで ジョスの城の前で手紙を読んでいた主人を後ろからナイフで刺した。数奇教は69歳の高齢にもかかわらず助かろうと抵抗したがパラビチーニと一軍の資格たちに襲われて殺された。フェルディナントはフラーテル殺害の責任は自分にあるとした。フェルディナントは教皇ユリウス3世に数奇教が反逆者であった理由を列挙した87箇条の 条文を送りつけた。教皇は長く躊躇し、116人の証人を呼び出した後で、フェルディナントを免罪処分にした。ありがとうございます。